はい、この子はイエロープディングのネオちゃんと申します。ジャンガリアハムスターですね。すごく人懐っこくてですね、手のひらに乗せてほしくてここで待っているんですよ、ずっと。面白いアングルですね。なんか新しいアングルですよね。本当はこうなってるんですよ。こうなっていて、早くね、手のひらに乗っけてって言って言うんですよ。じゃあ乗っけてあげましょう、しょうがないから。はい、すぐ来るんですよ。こんな感じで。ほんと走ってるところをね、お見せしたかったんですけど、今回はですね、もう走るというよりも手に乗りたくてしょうがなかったみたいですね。うん、かわいいですよね。うん、かわいいですよね。はい、どうもどうも。皆さんにご挨拶してください。はい、ダイエット中なので走ってください。はい、走ってください。どうぞ。皆さんに走りを、披露してください。恥ずかしながらも走ってますね。全力疾走してほしいですね。もうちょっと走ってくれないかな。もうちょっと走ってもらえませんかね。お願いします。お願いします。ネオちゃん、おーい。まあイエローオープニングね、太りやすいので走ってほしいですね。この子よく食べるんですよ、本当に。まあうちね、ハムスター12匹と、まあ、アフリカヤマネとか、あとリチャードソンジリスとかね、飼っているので。ああいう、走ってます。この走り方見てください、皆さん。この独特なこの滑車ね、走るの難しいんですよねって、僕が走るわけではないんですけど、難しそうなんですよね。どうしたんですかね、ゆらゆら揺れてますね。後ろから見るとおまんじゅうみたいですよね。本当におまんじゅうですね。お尻が可愛いですね。キュート。おまんじゅうみたいな、きなこ餅みたいですね、イエロープディングは。どうしたんですか、お尻見せてくれてるんですか。皆さんに走ってください。今ね、部屋んぽ中なので、少しはね、外出てリフレッシュしてほしいですね。リフレッシュ。今日はね、あまり走らないみたいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、チャンネル登録していただけると、他のね、可愛いハムちゃんたちの様子を見ることができますので、よろしくお願いいたします。お、最後に走ってくれますか？あれ、あ。すごい走り方ですね。難しいみたいですね、やっぱね。この滑車のタイプは。目回っちゃいません？それ。目回っちゃわない？それ。大丈夫？もう、絶対目回りますね、これね。楽しいんですかね。楽しそうですね。独特な走り方ですね。独特ですね。あ、来ちゃいました。ご視聴ありがとうございました。